シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。陽気の件はコラボ予想をやっていくってやつぜ。というわけで今回はコラボ予想をやっていくぜ。ちょっと申し訳ない、めちゃくちゃ遅くなった。今年全然予想できてない。まあそれちょっと理由があって、まあコラボ予想に関してはそれを後で説明させてもらおうぜ。オッケー。というわけで今回はコラボ予想やっていくんだけど、まあ本当に今年は難しい、まあ、だからもう本当軽い感じで、もう雑談みたいな感じで予想させてもらおうぜ。というわけで、あの過去のフラバのコラボを振り返っていこうぜ。こんな感じ。2016年から2020年まで、ここに、掲載してるんだけども、2016年はコラボなし、うん、コラボなしなのよ。で、2017年が鋼の錬金術師。懐かしい、マジで。ほんと懐かしい。何度も言うけど、あの、俺が見てたエリアの4分の1ぐらいは発表前に帰った。もうゾロゾロ帰ってた。多分電車の中でコラボ知った人もいるんじゃない？というのが、まあ多分、その前の年、コラボ発表なかったから、もう終わりと思ったんだろうな。もう本当にゾロゾロ帰って、4分の1いなかったからな、発表の時。あれ、どういうことよ、本当に。で、さらに俺買ったモンストのサウンドトラックが不良品で回収されました。次は、2018年、SAO コラボ。いや、これもすごかったな、本当に。電撃コラボでコラボ済みだったけども、単体として初めてコラボしたぜ。1年前の本当この時期の、あの SAO、まあ、キリトがめちゃくちゃ強かったけど、まあ、その始めが、まあ、ここになっていると、この時友人が買ったばかりの唐揚げ全部落としました。はい、次、2019年僕のヒーローアカデミア。いや、これすごいのが、最後のあのオフラインイベントだったわけね。オフラインのフラパだったから記憶がここで止まってんのよ。止まってる。会場に行ったのここ最後だから、ここが本当に去年ぐらいに感じてしまう。それはないか。2年前ぐらいに感じてしまう。2年前か。うん、それ普通だったわ。ごめん。で、かっこいい演出とともに発表されたヒロアカ。かっこよかったか覚えてないけど、まあちょっとド派手な演出をやってくれて、発表されたと。で、デクの SS のインパクトは本当に絶大だった。こんなんやっていいの？モンスト終わるんじゃねというレベル。で、あの、行きの電車で友人が赤ちゃんに睨まれ続けました。で、その後その赤ちゃんは柱に頭ぶつけてぐったりしたというのね、前の動画でも言ってんだけど、まあそれね。で、この発表の数ヶ月後、お腹空いたけど家から出たくなくていろいろ漁ってたら、フラパでもらったバッグの中からモーセのようわからんお菓子出てきて、それ食べてお腹満たしました。で、次は2020年、これは去年の10月にあったフラパで、これオンラインイベントになっていたと。で、コラボは進撃の巨人、発表後数時間でコラボが始まるという予想外の流れ。いや、今度はほんとお昼から始めてねと言った感じになってるぜ。で、みんな新規コラボになっているのと、前コメント欄に書かれて、あ、なるほどと思ったのが、2018年、2019年、2020年、それぞれワンパンキャラがしっかりといるということなんだよな、これが。まあ、キリトとデク、そして、ミカサとリヴァイ。できるな、これすごいよ。まあ、多分今年も入れてくると思うわ。さあ、というわけで次は今年のコラボの傾向を見ていくぜ。ちょっとエヴァコラボ入れるか迷ったんだけど、まあしっかりコラボしたわけだから、あの、入れさせてもらったぜ。まあラブライブもなんかなかなか面白いコラボだったけど、あとラブライブサンシャインね、これ。ちょっと文字入れてないけど、そこは申し訳ねえ。まずワートリコラボ、2月前半。次、3月前半、ルーミックワールドコラボ。3月後半、仮面ライダーコラボ。4月中頃に、ま、エヴァコラボ。ま、ガチャとショコに復活したぐらい。で、5月前半が呪術廻戦コラボ。もうちょっと過去のものになってんだぜ、これ。なかなか違和感あるな、これは。6月後半、ラブライブコラボ。ま、ラブライブサンシャインとのコラボ。いや、マジでこれは、本当に、インパクト、でかすぎ。言ったっけ、俺、ちなみにサブアカ俺応援チケット逃したから。3日間立ち直れなかった、本当に。といった感じになっていて、これ傾向的にエヴァコラボ除くと、まあ、みんな新規になってんだな。今年はおそらく、まあ、新規コラボに力を入れていると思われるんだな、これが。で、今年の予想がめちゃくちゃ難しい。まあ、というのが、フラパ発表かと思われた呪術廻戦コラボが、もう5月に開催していると、いや、もう開催しちゃってんのね、これが。ねえ、この勢いを上回る作品となると、想像がつかないんでな、これが。だからまあ、勢いで上回るってなるとちょっと難しいところあるから、なんて言うんだろうな、まあ二通り、まあしれっと普通になんか人気作品やるか、まあ過去のレジェンド級を、連れてくるか、どっちかなんだよな、これが。まあ、
ちょっと過去のレジェンド級の可能性がちょいっとだけ上がったんだよな、これが。というわけで次は、うちのコラボ予想の定番コーナーの、期間が被ってしまっている作品っていうのを紹介していくぜ。で、これは、被っているからといって、来ないというわけではないから、参考程度に、受け取ってもらえたら嬉しいぜ。で、今回、なぜ遅れたか一番の理由として、俺が来ると思ってたものがここにバババっていっぱい入ってしまってんのよ。これは本当に驚いた。で、しかも、それで苦戦してたらさらに、どんどん追加されていって、で、今日も追加されたわけよ。だから結構最新の、これは情報になってるから、そこは参考にしてくれたら嬉しいぜ。それで、新イベの終了日時が、7月15日だから、おそらくコラボ開始されるのは15日だと思うぜ。じゃあ見ていきますか。一番下の左。まずこれね、麻雀ファイトクラブとコラボしているのが、北斗の拳。いや、これもレジェンドクラス。いやー、フラバで発表したらすごいと思うけども、7月26日までコラボしているということで、ちょっと難しいのかなと。で、次よ、フラバで発表してほしいなと思って、コラボ来るかなとも予想してたけども、シャーマンキング、グランドサマナーズとコラボ、7月23日までやっていると、1週間被ってしまうから、ちょっと難しいかな。で、シャーマンキング、まだアニメが途中ということで、ほら、昔のアニメあるけども、多分する場合は新しいアニメとコラボするから、これもちょっと難しいのかなと言った印象だぜ。次、ラインポコポコとコラボしてるのが、ちびまる子ちゃん。これだ、ちびまる子ちゃん。7月20日、5日間ほど被ってしまうということで、どうなんだろうな。国民的アニメということで、フラパで発表しても全然大丈夫だけど、被っているから、ちょっと難しいのかなという感じだぜ。次、やって、次なんでな、これ。次ちょっと、いやーこれちょっとってなってしまって、ミリオンモンスターとコラボしているのがテンスラがちょっと、でも見て、2日しか被ってない、15日と16日しか被ってないから、これはちょっとあるんじゃないかなと、可能性は捨てきれない。これさえなかったら今回は結構来る部類に俺は入れてたから、いや、今でも来てほしいと思ってる。全然見たことなくて、生放送とかですごい見てください。めちゃくちゃ面白いですよって書かれるから、見たのよ。つい最近。めちゃくちゃ面白くてびっくりした、マジで。これめちゃくちゃ面白いよ、これ、本当に。で、だからちょっと来てほしいなと思って、可能性全然あるよ、これまだ。で、全く同じ期間として、で、今、この中でも勢いという観点では、多分トップレベル、一番ぐらいあると思われる、この、東京リベンジャーズ。コラボしちゃってんのよ。ドラゴンエッグと。でもこれも2日間しか被ってないから、いや、まだまだ可能性あるよ。可能性ある。だけど、イメージとして最近、クワってきた感じあるから、そのモンストがコラボする契約をするのがいつからかわからんから、これを見抜けているかってとこに、結構焦点当てられるのかなと言った印象だぜ。で、次も、どでかい。これ正直本当に来るかなと思ってたやつ。剣と魔法のログレスとコラボした。これ、多分2、3日前発表されたんだよ、これが。こいつ、窓マギ。いやー、ちょっと待ってくれ。窓マギコラボ開始ではなくて、詳細発表が7月9日、これ、になっているのよ。だからまだよくわかってないと。だけど、7月後半なんじゃないかな、これ。もう発表の時期もフラパと被るし、詳細発表もフラパと被るし、多分7月後半になってくるから、もうがっつり被ってくるから、これはさすがに大人の事情で、コラボはちょっと難しいんじゃないかな、これは。周年とかに行きたいかな、これは。で、次、ラストクラウディアとコラボしたのが、鋼の錬金術師。これ、今作ってる、つい数時間前に判明。マジで。これ本当に、もう今、本当最新の情報だな、これは。7月15日から、不明だけども、いつまでか不明だけども、コラボすると、結構これも来るんじゃないかなと、復刻で、と思ったんだよな、マジ。来ない可能性が高いと。で、次、ポコロンダンジョンズとコラボしてるのが、進撃の巨人。悠々白書の剣もあるから、一応進撃の巨人も入れさせてもらったぜ。リヴァイ欲しい人多いから、みんなコラボしてほしいと思ってんじゃないかな。ということで、今、挙げたのが、被ってしまっていてっていうもので、参考にしてもらう程度のもんなんだけども、被ってしまったやつを紹介したぜ。
というわけで次は、まありそうなコラボを紹介していくけども、ま、本当に、予想であって、ま、俺の願望も入ってるし、ま、本当今年は、去年のその後半、いろいろなんかモンストがなんかよくわからん、やったじゃねえか、ナルトのことね、あれ。で、本当に予想が困難になりすぎているし、ま、呪術回戦とかもあったし、だから本当に俺の願望も入ってる、ま、雑談ような、ま、予想と思ってほしいぜ。で、結構ま、最近の予想では、一つのコラボこれ来るよって断定するのはちょっとやめてんのよ。だから、ま、全体的にこのコラボ可能性あるよって感じで、予想してるから、それを考慮してくるな、オッケー。そんじゃやっていこう。というわけで、まずはこれ、復刻コラボ編、遊戯王。いや、もう本当に俺の願望入ってるけど、いや、このコラボって結構不遇で、進化神化実装最後のコラボなんだよな。この次ブリーチなんだけど、ブリーチは重進化実装。だから、もう早い段階で環境に追いつけなくなってしまった。で、正直、このコラボで結構使ったっていうのが、城之内くんを、イダテンで使ってた。それは結構覚えてる。割と強かったからな。で、俺、遊戯さん持ってないのよ。だから本当に、早くコラボ来て、重進化した遊戯さんでもうクエスト暴れ回りたい。いや、マジで。で、ちなみに一番好きなのは、5Dsの不動優勢。現在、パズドラとコラボ中ということで、調べても、なんか、遊戯王自体がなんか、特別な年というわけではないんだろうな、これは。だけど、パズドラとコラボしているということは、何か、推したいものがあるかもしれないから、まあ、モンストとコラボする可能性も、まあ、十分あるのかな、と言った印象だぜ。次、復刻コラボ編、ブリーチ。いや、このブリーチ、初の重進化実装コラボで、まあ、これ見てもらうと、今年8月に20周年を迎える。20周年。さらに千年決戦編がアニメ化するんだな。タイミングとしては完璧。で、前回のコラボは何とも言えない結果になったため、リベンジしてほしい。まあ、原作を再現しているのか再現してないのか、力入れてんのか力入れてないのか、なんか絶妙でよくわからん感じのコラボになってしまったんだよな、これが。だからちょっとリベンジはしてほしいと思っているぜ。次、新規コラボ編、リゼロ。いや、見たよ、全部。マジで面白い。で、2期の放送を終え、次は初のブラウザゲームを7月14日にリリース予定。まあ、これがどう出るか。このブラウザゲームをモンストで宣伝するのか、宣伝しない方がいいという判断になっているのか、これがちょっとどうなってんのかがわからんから、ま、でも可能性あるのかなと、ま、そろそろ来てほしい。そろそろ、そうだよな、本当に。もうすでに、その白ゲーのコラボやってんだけど、ま、しっかりとガチャゲーのコラボをしてないから、ま、してほしいかなと、ま、早く、ま、レムを使いたいって人結構多いんじゃないかな。で、去年も、この時期なんかあって、俺 SAO とリゼロ、ま、モンフリだけどな、SAO とリゼロと、近く来るよって予想して、まあ、SAO 来たから、まあ、今回ちょっとこれ来てほしいかなということで、リゼロ結構押すわ。次は、新規コラボ編、アンパンマン。1年間の延期を得て、ようやく6月25日に公開された、それいけアンパンマン、ふわふわふわりと熊の国。いや、マジでよ、俺1年間にわたって、このアンパンマンの最新情報を、まあ、お届けしてきたと、多分 YouTuber の中でもトップレベルで、このふわふわふわりの、なんていう宣伝というか、最新情報を届けてきたと思うんだよな。だからすごい詳しくなった、これに関して。で、コラボする場合は、まあ、アニメではなく、映画とのコラボになるだろう。いや、これはほぼ確実で、やっぱドラえもんコラボが、その普段のドラえもんのアニメじゃなくて、その映画をね、うまく活かしたコラボだったから、これもしっかりと、まあ、ふわりとかが、まあ、出てくるコラボになるのかな、ということで、さらにね、これすごく俺も嬉しかったのが、見てこれ、公式サイトなんだけども、このふわふわふわり、なんと大ヒット上映中。いや、マジよかった、ほんと。1年間もうずっと心配してたから、ちゃんと上映できて大ヒットっていうの嬉しい。で、今回のこの映画の見どころが、見てこれ、アンパンマンが雲の国を守るためにフワリーやドキンちゃんたちと力を合わせて大奮闘。これドキンちゃんが今回主人公チームと仲間なんだよな、これが。すごいね、これ。で、最高の絆と大冒険の物語をぜひ見に来てね、と。この絆。やっぱモンスト最近絆を結構重視してるから、この絆もかなり重要なのかなと思ってるぜ。で、なんと、映画を見に来てくれたお友達には、333バイザーをプレゼント。来場特典もある。来場特典も調べてきたから、こんな感じ。ね、333バイザー。やっぱこの季節、これはマジ助かる。俺もだからちょっと時間あったら見に行こうと思うんだけど、これね、333バイザーすごい楽しみだ。
カにしてんのかということで、ここら辺もあのスライド作ってやってたんだけど、あのこれ入れるとあの1時間超えることが判明したから、ちょっと申し訳ねえ、あのせっかく作ったのにこうなったけど、これを見てくれたら嬉しいぜ。本当に全然可能性ある、ちょっと申し訳ねえ、まあ、こんな感じになってるぜ。いやー来てほしい、どれか来てほしい。あ、まあ、あの永遠の消防隊のいろいろ改善されたっていうのはなんかあの噂があるじゃねえか、まあ、それに関してのやつね。それがなんか桜の重心ってイラスト描いてくれたから、まあ、改善されたのかなっていうやつね。 OK で、ということで、まあ、これはプラスでさすがにないかとあるけども、レジェンド級の4作品、いやこれなんでな、あの5月の呪術によって少し可能性は見えたのよこれで。この中でその俺が一番好きなジョジョの奇妙な冒険、まあ、うちは常にジョジョコラボ状態なんだけども、このパワーとかこのパワー、このジョジョのソシャゲが3個あったんだけど、それ全部もう終わってしまったのよ。だから、まあ、さらにちょっと可能性見えたのかなと。だからちょっとジョジョ来るかもしれないと俺は若干思ってる。いやでもなんか一番自分が好きな作品が来る時に感じる嬉しい反面、ちょっと寂しい気持ちわかる俺。もうちょっと後でいいかな、もうちょっと後でいい気もするわ。予想はさらに激化するということで、これさっき紹介した動画作ってんだけど、これ新しい終末運命共同体というモンスターが、まあ、声優から銀玉の予想ができたりとか、まあ、終末運命共同体の終末から終末のワルキューレとか、運命からフェイトとか、いろいろ予想ができすぎてしまっていると。で、しかも終末のワルキューレって、そのフラパの演目とかから、その人とバーサス神、それからとか、まあ、ワルキューレ重心化とか、なんかすげえ、偶然とは思えないような伏線を張ってきてんのよ。でもそれってマジ去年の後半も同じことよ、似たようなことあったじゃねえか。だからマジ俺は運営の手のひらで泳がされるの嫌だから、もう俺はこれには触れねえぜ、もう本当に。いや、マジでもう、いや、こ、いや、で、まあ、ちょっとよ。というわけで、俺の予想はこんな感じだぜ。まあ、予想というか、まあ、なんて言うんだろう、まあ、情報を言っただけなんだけども、まあ、あと、鬼滅か。鬼滅はもうちょっとなんか2期行ってからやってほしいな。なんか、中途半端にやってほしくない気持ちがあるな。まあ、そんな感じだぜ。まあ、みんなのコメントを書いてくれたら、予想を書いてくれたら嬉しいぜ。あば。